僕のこと覚えていてくれますか？はあ、女の子だった僕のこと覚えていてくれますか？ダメだ、できない。岡部さん、どうして？もう嫌なんだ。誰かの思い出を犠牲にするのは。俺にはそんな権利ないんだ。ルカ子、
いや、寝ていたわけじゃない。マユリはずいぶん早いな。あのね、マユシーはコスを取りに来たのです。それとついでに朝ごはん。これから小見間に行くのか。うん、そうか。ねえねえオカリ、昨日ルカちゃんとどこ行ってきたの？楽しいデートはできたかな？あのね、昨日からルカちゃんメールに返事してくれないんだ。ルカ子にメールしたのか？うん、マユシーはちょっと心配なのです。もしかしてまたルカちゃんのこと泣かせちゃったの？そうだとしたらね、マユシーは悲しいよ。悲しい？悲しい。だってね、ルカちゃんはマユシーのお友達だもん。お前は今日ずっと小見間会場にいるのか？え？いるけど、どうして？ルカ子を連れて行ってもいいか？本当？もちろんいいよ。ルカ子にコスプレをしてもらう件はどうなった？うん、結局ね、説得はできなかったよ。嫌がってるのに無理やり着せたりしてね、トラウマになっちゃったら良くないもん。でもね、ルカちゃんに小見間に来てもらうっていうのはいいアイデアかも。そこで雰囲気を見てもらったら、ルカちゃんもやってみようかなって思うようになるかな。そしたら次の冬のコミマでいいからコスプレしてくれないかな？どうだろうな。そうなってくれるといいな。ねえねえ、本当に今日ルカちゃんを連れてきてくれる？ああ。オカリンもマユシーの作ったコス見に来てくれる？そういうことになる。そっか、本当に二人に来てもらえるならね、とっても嬉しいよ。じゃあもう行かなきゃ。絶対来てね。ずっと待ってるからね。今日だけじゃなくて明日も来たいって思うように頑張って案内するから。
した？問題ない。世界を支配する機関といかに対決するかについて少し思いを馳せていただけだ。昼間、有明で会おう。うん、待ってるね。マユシーだったらいつでも何でも相談に乗るからね。マユリ。じゃあ行ってきまーす。オカリン、ちゃんは来ていない。また泣かせちゃったの？いや、オカリン？アンズルナ、マユリ。俺とルカ子は至って順調。あの秋葉原の先森たる巫女とは強い縁で結ばれているのだ。そう、俺とルカ子は離れたくも離れられない運命なのだよ。そして今日、この俺の IQ170 を誇る灰色の脳細胞を持ってルカ子に笑顔をよみがえらせた。あいつは言った。俺と一緒に修行ができて楽しかったとな。本当？よかった。じゃあオカリンとルカちゃんは別れたりすることもないんだね。ああ、別れない。そっか、これでマユシーは安心してコミマに集中できるよ。マユリは明日も参加するのか？そうだよ、3日連続なの。バル君遅いね。さっき電話したらまだ近くにいるって言ってたよ。別に置いていってもいいんだがな。もうちょっと待ってみようよ。
んとかしてルカちゃんにコスプレしてもらえないかな。どうやって説得すればいいんだろうね。ちゃんがキラリちゃんのコスプレしたらね、絶対似合うと思うんだ。ルカちゃんってね、マヨシーがドキドキしちゃうくらい可愛いもん。世界中の人たちにね、ルカちゃんの可愛さを知ってもらいたいってオカリンも思うよね。自分だけのものって思ってるのかな。でもね、独り占めはダメだよ。マユシーだってルカちゃんにキュンキュンしたいよ。別にマユリの好きにしたらいい。ルカ子は俺のものじゃないんだから。自分の意見も言おうとしないし、コスプレするとね、普段の自分とは別の自分になれるんだよ。だからね、最初は恥ずかしいかもしれないけど、ルカちゃんも一度やればきっと新しいルカちゃんを見つけられると思うんだ。そしたらね、今より積極的な性格になってね、もしかするとオカリンをお尻に敷いちゃうかもしれないよ。星は見えるか？うん。前より、おーい、オカリン、マユシー。あ、ダルくん遅いよ。悪い。いやー、戦利品の確認に手間取ったでござる。今日も暑くて死ぬかと思ったっつーの。コスプレ会場はどうだったん？風が気持ちよかったよ。まあ、マユシは自分でコスプレするわけじゃないしな。つーか、オカリンいつ来たん？なんか買った？いや。おやおや、なんか暗くね？彼女持ちのリア充のくせに、なぜにそんな顔してやがりますか。オカリン、
マユシ。マユシ、どうしたんだよ。息してない。え、何これ、なんだよこれ。オカリン、マユシが、マユシがなんか変だよ。死んだんだ。死んだって、そんな嘘だろ。だって今の今まで普通に話してたし。おい、マユシ、起きろよ。ドッキリか、ドッキリだろ。僕を騙してどうしようってんだよ。ダル、マユリは死んだ。救急車を呼ぼう。なんでこんな、つうかお前なんでそんな平然とした顔してんだよ。死んだんだぞ、もう帰ってこないんだぞ。分かってんのか、オカリン。分かってる。分かってるじゃなくてさ、マユシが息をしてないんだよ。なあ、俺は見殺しにした。はあ、俺はマユリを助けられなかった。いや違う、救わなかった。見捨てたんだ、俺はマユリを。岡部、もう3日もそうやってるけど、せめて何か食べたら。あんた知ってたんでしょ、真由里があの日死ぬこと。どうしてタイムリープしないの。あんたなら真由里を助けるためにタイムリープマシンを使うこともためらわない。私はそう予測してた。そもそも漆原さんの性別を男にして IBN5100 を取り戻すっていう計画はどうなったの。あんたはマユリを助けるためにその計画を実行に移してた。なのになんで。いや、それとももしかしてあんたはすでに IBN5100 を取り戻して別の世界線へと移動した後とか。ここに残されているのは岡部凛太郎の残滓、あまり、そして世界はパラレルワールドとして、ここではマユリが助からなかった未来が継続する。 IBN5100 は取り戻さなかった。どういうこと。ルカ子を男に戻すことは俺にはできなかった。
だから運命を受け入れた。真由里を見殺しにした。ご飯食べる？カップ麺でよければ作るけど、それとも何か買ってくる？責めろよ。真由里を殺した俺に怒れよ。怒りたい気持ちはあるけど、やめとく。私がとやかく言う必要はないみたいだから。過去に戻って因果律をねじ曲げようとすることこそおこがましい行為なのかもしれないし、というより怒れるわけないよ。あんたは因果の輪から外れて存在として孤立してまでずっと一人で頑張ってきた。だからあんたの苦しみは誰にもわからないし、あんたの選択の意味は誰からも理解されない。そんなあんたを一度もタイムリープしてない私が責められるわけない。なんでそんなに物分かりがいいんだ。物分かりがいいわけじゃない。あんたがタイムリープで真由里を助けようと決めたその時に誰からも分かってもらえないと覚悟したはず。だったらそれを甘んじて受けなさい。そうすればあんたは自分がしたことの意味について忘れることはないから。ただあんたはあんたが取った選択によって助けたもう一人の子について責任を取るべきよ。真由里は死んだわ。残念だけど、残念っていう言葉だけじゃ足りないぐらい悲しいけど、とにかく真由里はもういない。世界の収束、世界の意志には逆らえなかった。でも、あの子は今も生きてる。あんたのおかげで、女の子として、生きてる。そしてあんたと同じように、孤立して、苦しんでると思う。あの子の苦しみを理解してあげられるのは、共犯者である、岡部だけでしょ。共犯者？ありがとう、クリス。お前と話せてよかった。
ルカ子。岡部さん、昨日まゆりちゃんの告別式に行ってきました。みんな泣いてました。まゆりちゃんって本当にたくさんの人から愛されてたんだなって。もちろん僕もまゆりちゃんのこと大好きでした。僕かなり人見知りする性格だけど、まゆりちゃんは変わらずに明るく接してくれて、僕にとって一番大好きな友達だったんです。なのにねえ岡部さん、僕たちどうして生きてるんでしょう。まゆりちゃんは死んじゃったのに、僕はこうして今も女の子のまま。僕がこうして何も変わらずここにいるのって、とてもいけないことのような気がするんです。そんなことはない。岡部さん、なんとかまゆりちゃんを助ける方法ありませんか。無理だ。そんな、考えましょうよ。僕、まゆりちゃんが助かるためなら何だってします。まゆりちゃんから前に聞いたことがあります。岡部さんは時間を遡る装置を作ったって。それを使えば。無理なんだ。時間を遡れば何か方法が。方法はない。残酷なことかもしれないが、俺たちはマユリの死を受け入れて、それでも生きていくしかないんだよ。諦めちゃダメですよ。どうして諦められるんですか。まゆりちゃんが亡くなって悲しくないんですか。とにかく方法はないんだ。嫌です。僕はまゆりちゃんに死んでほしくない。ルカ子、俺がそう簡単に諦めたと思うか。岡部さん、あいつは俺にとっても大事な幼馴染だったんだ。諦められるわけがないだろう。考えたさ、死ぬほど考えて、もがいてもがいて、どんな手を使ってでも助けようとしたさ。時間だって一体何度遡ったと思ってるんだ。だが無理だった。
世界はあいつの死を望んだ。俺がどれだけそれを回避しようとしても、そんな俺を嘲笑うかのように世界はマユリを奪っていった。マユリを助けるために他の人間の思いだって犠牲にした。傷つけてでもマユリを助けるために俺はやってきた。だがそれも限界だ。もう無理なんだ。ごめんなさい。僕、岡部さんの気持ち、ちっとも考えてませんでした。だけど、無理なはずないですよ。もう一つだけ、方法が残ってるじゃないですか。僕が、男に戻れば。それはダメだ。お願いします、岡部さん。僕、真由里ちゃんを犠牲にしてまで女でいたくないです。真由里ちゃんを助けてあげて。俺はお前を男には戻さない。どうして、どうしてですか。俺がそれを選んだんだ。もうこれ以上俺のエゴのために誰かを傷つけることはできない。それに元の世界線に戻ったところで、マユリの死を回避できるかどうかは絶対じゃないんだ。俺は、その低い確率のために、誰かの思いを、お前の思いを、犠牲にはできない。だから、もういいんだ。岡部さん。でも、こんなの許されないです。僕は、僕という存在に耐えられないんです。僕が女の子であるということが、真由里ちゃんの死の上に成り立ってるなんてこと、これから一生受け止めて生きていくなんてこと、そのことが重すぎて押しつぶされちゃいそうなんです。ねえ、どうして、どうしてあの時18年前のお母さんのポケベルにメールを送ってくれなかったんですか。どうして真由里ちゃんじゃなくて僕なんかを選んでくれたんですか。お前は何も負い目を感じることはない。全ては俺の選択だ。真由里を殺したのは俺なんだ。だから罪は俺が全て被る。それに、お前にも幸せになってほしいって思っている。幸せになんてなれるはずないじゃないですか。真由里ちゃんが死んだのは僕のせいでもあるのに。お前のせいじゃない。何度も言わせないでくれ。
今は悲しいかもしれないが、お前には真由里の分まで前を見て生きていってほしいんだ。そんなの、そんなの嫌です。僕はそれなら岡部さんと一緒に背負いたいです。一緒に背負う？何をバカな。俺は因果の輪から外れた人間だし、真由里を見殺しにする選択をした人間で、それなら僕だって因果の輪からは外れます。僕の記憶の中に男だった時の思い出が蘇ってきている時点でもう外れかけているんですよ。真由里ちゃんの命と引き換えに僕が女として生きているんだっていうことも知っちゃっているわけですし、僕たち共犯者なんですよ。この悲しみも、この負い目も、二人で忘れずに抱いていきたいです。ああ、分かったよ。一緒に背負ってくれ。一緒にこの思いを忘れずに生きていこう。ずっとそばにいてもいいですか？僕、岡部さんのこと好きだから。真由里ちゃんへの裏切りかもしれないけど、ずっと一緒にいたいんです。もちろんだ。ねえ岡部さん、僕、真由里ちゃんにどうしても一つだけやり残したことがあるんです。そのせいで真由里ちゃんに悲しい思いをさせちゃいました。やり残したこと？コスプレです。コスプレしたらね、絶対に言うと思うんだ。ルカちゃんってね、マユシーがドキドキしちゃうぐらい可愛いもん。ルカちゃんって普段おとなしいでしょ？あんまり自分の意見も言おうとしないし、コスプレするとね、普段の自分とは別の自分になれるんだよ。だからね、最初は恥ずかしいかもしれないけど、ルカちゃんも一度やればきっと新しいルカちゃんを見つけられると思うんだ。そしたらね、今より積極的な性格になってね、もしかするとオカリンをお尻に敷いちゃうかもしれないよ。時間を遡る装置を使って、あの日に戻れませんか？戻るって
お前が本気なのか。危険すぎる。あれは俺以外には使わせられない。お願いします。せめて最後にまゆりちゃんに笑顔でいてもらいたいんです。僕、まゆりちゃんに何もしてあげられなかったから。だがお前はああいう場所に来るオタクのことが苦手だったはずだ。確かにちょっと怖いです。でもそんなこと言ってられないです。それに僕は岡部さんと本当に同じになりたい。その装置を使えば因果の輪から完全に外れてしまうんですよね。それで岡部さんと同じ気持ちを背負えます。だから飛び先はいつに。あの日の朝に。前日に飛んだりするときっと僕は現実を受け止めることができなくて動揺しちゃうと思うんです。だから無事に飛んだら俺に連絡を取るんだ。そうしたらきっと俺はお前をまゆりのところに連れて行ってやる。はい。心配するな。脳が少し痛むぐらいだがすぐ治まる。はい。向こうについても決して取り乱すなよ。落ち着いて状況を理解するんだ。大丈夫、俺がついている。じゃあ行きます。きっと戻ってきますから。ああ、待っているぞ。岡部さん。ここは…写真…見ますか。写真？行ってきたんですよ、僕。覚えてないんですか、岡部さん。急に様子が変わりましたけど。お前が過去へ飛んで、その直後に俺はここに立っている。小見間には行ってきたのか。まゆりちゃん、とても嬉しそうでした。俺もお前もはしゃぎすぎだよな。
Hey guys, Snakey here. If you liked the video, be sure to leave a like, comment, and subscribe. I hope you enjoyed, and I'll see you in the next one.